ラジコンヘリコプターの練習方法、ナンバー2、ホバリングとエレベーター。ラジコンヘリコプターの練習方法、ナンバー2では、なんとかホバリングできる状態から、エレベータースティックの操作を練習します。動画のラジコンヘリコプターは、ホバリングしながらも、前後左右に揺れています。操縦者は、揺れるラジコンヘリコプターを止めるために、当て舵を打ち続けています。次の段階として、ラジコンヘリコプターをコントロールする主導権を操縦者が握るために、操縦者の意思としての舵を打ちます。まずは、エレベータースティックを少し前に倒して、ラジコンヘリコプターを前進させてください。前進するのを確認したら、今度はエレベータースティックを後ろに引いて、ラジコンヘリコプターの前進を止めて、その場でホバリングしてください。この時点で、ラジコンヘリコプターは、あなたから少し前方に離れた場所で、揺れながらホバリングしているはずです。次に、今度は、エレベータースティックを少し後ろに倒して、ラジコンヘリをバックさせてください。バックするのを確認したら、エレベータースティックを少し前に倒して、ラジコンヘリコプターのバックを止めて、ホバリングしてください。エレベータースティックだけの操作に的を絞って、ラジコンヘリコプターを少し前進させて、その場でホバリング。ホバリングが安定したら、今度はラジコンヘリコプターをバックさせて、ホバリング。この繰り返しで、ホバリングを保ちながら、エレベータースティックの操作で、ラジコンヘリコプターを前後に動かす練習をしてください。注意する点は次の2つです。1. エレベーターの舵を打つときには、できるだけ小さく打ってください。ラジコンヘリコプターを、できるだけゆっくり動かしながら練習することに心がけてください。2. 前進したら必ずホバリングし、ホバリングが安定するまで時間をかけて、安定してからバックさせる舵を打ってください。ホバリングポイントでは、必ずホバリングを安定させてから、次の舵を打つことを基本としてください。決して焦らず、一歩一歩着実に練習していきましょう。時間をかけて練習すれば、ラジコンヘリは必ず飛ばせるようになります。